はい、それでは2014年度、仙台大会開催についてご案内をさせていただきたいと思います。昨年じゃない、今年ですね、稽古とデスマッチができないなどちょっと仙台大会苦労していたんですけれども、来年新しい会場で、年3回、開催するという形で新しく仙台での大会をスタートさせることになりました。第1回が4月の27、2回目が8月の17、3回目が12月の7日、会場が仙台の連鎖というライブハウスになります。で、ステージの上には座席を設置しまして、VIP 席12席、特別リングサイド12席、リングサイド12席の36席、スタンディング席が250席の全286席で、大会の方を開催させていただきます。でスタンディングのチケットをお持ちの方はですね、整理番号順の入場になりますので、前より早く買われた方は整理番号の番号が若い番号になります。で指定席をお持ちの方はいつでもご入場いただけるというスタイルでやらせていただこうと思いますので、告知の方をぜひよろしくお願いいたします。こちらです。池田プロデューサー、4月27日、はい、私はずーっと四日市大会のために予定空けてましたんですが、あれ全然話が来ませんです。どうなってるんですか。四日市、確かに4月27日、四日市の予定でしたけど、この前水筒工業やったじゃないですか、唐津さん一緒に。え11月の29日。えほら、え水筒工業、四日市で。あれで終わりなんですか。あれで終わりなんですよ。僕は4月27日、予定がもう空振りなんですよ。4月27、そういえば今発表してたんですけど、仙台で、新しい会場でやるんですけど、出ます。仙台。よし、こうなったら、ケタプロデューサー、わしがですね、はい、仙台のお客さんに大花火大会を決行して、はい、バーッと花火打ち上げますから。あららいや、これでも何やってんだ、わっほら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 、ここまかり現金だぞ、お前まかり現金だぞ、お前これは、あそなんだ、この大会、仙台仙台で花火大会って仙台、この会社を大丈夫か、花火は。いやいや、ここ書きダメです、ライブハウス。ダメだっつってるぞ、お前なんだ、困ったら花火やりゃいいと思いやがって。何もできねえじゃねえか、お前やることねえじゃねえか。ここはダメだっつってたろ。ダメだって、やっちゃダメだよ、お前怒られるぞ、知らないよ。火使っちゃダメだっつってたろ。どうすんだよ、お前。硬くて、お前歯が弱いからかじれねえだろ。思想の脳なんだから無理すんなよ。おい、血出てくるぞ、また歯から。食べれてねえし、なんだよ。お前今見てるやつら上じゃねえよ、上じゃねえ。お前そういう小手先の技に逃げるな。もう芸が荒れてるぞ、おい。歯が負けた、歯が負けたぞ、おい。歯が負けた、歯が折れたぞ、こいつ。バカ、しかも汚ねえな、その歯。真っ黒じゃねえかよ、おい。歯折れてるよ、お前。お前序盤でそういうことすんじゃねえよ。花火だよ、お前。花火食べたの、なんか食べればいいと思ってるだろ、お前。汚ねえな、本当に。歯ちょっと置いとけ、置いとけ、これ後で繋がるかもしれない。これ歯じゃないよ、もうこれ汚ねえ、なんかお前。どうすんだよ、おい。どうすんだよ、こうなったら極寒の地仙台でその寒さに打ち勝つ男になる。頑張れ、お前。4月あったかいぞ。4月27年か、もう春じゃねえかよ。極寒の地でどうすんだよ、やるの。何すんだよ。極寒の寒さに打ち勝つ男。だから早く早くしろよ。準備はいいのか、お前。準備しろ。何すんだよ。仙台といえば極寒。仙台といえばそんなに。もう4月あったけえだろ。あ、これだ、これだ、これ。あ、なんかドライアイスだ。ドライアイスだ、これ多分な。これ、あ、これ。おお、ブクブクいってる、ブクブク。おお、ブクブクいってる。これどうすんの。これ、こしかつ、こんなのが入れんの。これを、ビンビンに鍛える。うぅー、入れろ、よし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 、よ冷たい、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 冷たい
寒い、ちょっと待って待って、もうほら、ほら、ブクブクいってる。寒い、寒い。寒いって言ったら、ほら、これ、北海道、ほら、北海道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 、ほら、それで温まれ、温まれ。何してんだよ、何着てんだよ、おい。何やってんだよ、北海道。何やってんだよ、北海道、お前、飲むんじゃないよ、北海道。北海道、使い方間違ってんだよ、お前。体の芯から温まってどうすんだよ。ふざけんなよ、おい。温かさーん。あ、ちょっと待って、あんじゃねえよ。お前、小手先に逃げるなって。おい、どうすんだよ、お前。こうなったら4.27仙台に行くぞ。来るのかお前仙台で寒さを飛ばすババッツを見せてやる。何言ってかかんねえよ。行くぞ仙台の諸君4点で戦えるのかな。4.27の仙台大会俺たちがみんなで乗り込むぞ。いい行くぞ。サバーン誰よ。出ちゃってるじゃねえかよ。喋る。お前どうすんだよ。呼ぶんだよ。歯めた方がいいですから。歯本当に取れたぞこいつ。取れちゃった。取れちゃった。歯取れちゃったよ。芸能人は歯が命。ほら滑ってるぞ。じゃあほら帰るぞ。よし帰る。危ない危ない。じゃあおちんちんの病院に行こう。そうだな、おちんちんの病院行こう。ね、危ないと痛い、皮が痛い。まあその前に歯医者さん行かないか。歯医者さん、ということで4月の27ですね。ちょっとまだ内容は分かりませんけれども、あの空手バラモン、あの仙台の方に参戦するという形で発表させていただきます。よろしくお願いします。